はいどうも、翔平 TV です。本日は女子硬式野球チーム、サムライさんとガチンコ対決をやっていきます。3名の素晴らしいピッチャーと対決をしていきます。YouTuber たちは打てるのでしょうか？それではご覧ください。どうぞ。はいどうも、翔平 TV です。翔平です。そして、ダウン。こんにちは。モナーチャンネルのマサルです。モナー、モナー。お願いします。本日は女子硬式野球部サムライさんとガチンコ対決。よし、シャーゴー。はい、というわけで、はい、ルールですけども、ちょっともう何恥ずかしい、恥ずかしがってるんで、恥ずかしがらない。YouTuber向かうな、これ。恥ずかしがらないで、笑ってんの、こっちの台で笑ってんだから。本日はですね、はい、対決をするんですけど、僕らみんな打ちます。はい、で、今回ピッチャー3人います。3人いますので、1打席ずつ。はい、打っていくって15打席かな。はい、そうですね、ですね。ランニングホームラン打った人には何があるんですか？もうやり終わった後だから。そう、これやり終わった後だからね。ちょっとやりなさい。それではやっていきましょう。はい、はい、それではどんな戦いが始まるのでしょうか。先頭は良平です。まず、はい、高めに外れたボールです。ストレート、いい球です。そしてお次、はい、こちらまっすぐですかね。こちら良平が空振りと、はい、なってしまいましたけど、素晴らしいボールですね。良平はね、本気で振ってますね。はい、ベンチから随分とね、圧がありますね。そしてお次、はい、こちら、いい球、いいボールです。低めのいいボール。こちらは、はい、ストレートボールとなりますね。そしてお次、衝撃的な光景が、まさかのカキーンと、いや、カキーンと、いや、良平普段打たない、うわ、カキーンとレフトを越えて、良平はなんかゆっくり走ってますね。あいつ本当にダメですね。はい、ボナールさんの前では初ヒットだそうです。2番翔平 TV です。さあ、派手派手なユニフォームで打ちますよ。ピッチング指導しましたからね、亀谷選手。まずお次、カーブでボール。カーブの抜けるね、タイミングとかね、微調整ですよ。そしてお次、はい、まっすぐ外、これがストライクだそうで、はい、ワンストライク、ワンボール、ナイスボール。こちらカーブですね、緩いの。これはやられましたね、完全に。はい、こちらナイスボール。いや、ちょっとね、やられたって感じですね。さあ、追い込まれました、翔平。キャッチャーは高めに構えております。こちらはまさかのね、はい、高めね、これね、悪いですよね。いや、これは本当にね、変化すると思ったんですよね。高い位置からこう変化すると思ったら、はい、まっすぐでした。でもね、高めはね、上から叩けば一発いけかなと思ったんですけどね。そして3番ゆうやくん、さあ、公式経験ね、結構長いですよ。はい、打ちました。入った。はい、こちらまさかの、はい、内野ゴロですね。はい、お疲れ様です。あった。さあ、次4番のボナールマサ君。はい、怪我復帰後ね、初の公式ですね。はい、ナイスボール。はい、ナイスボール。すごい、今の打てないな。さあ、亀谷選手、どんな球かな。結構強気っすね、インハイっすね。ほ、打った、まさ打った。これは余裕でレフトオーバーか、柵越えかと思ったら、ショートのちょっと後ろっていうね、アウトです。さあ、次はてっぺんの昴生くんです。はい、まあ、昴生くんはね、もともとね、てっぺんじゃなかったんですけど、今はてっぺんにいるんで、てっぺんの昴生って名前でいきますね。一応公式初らしくて。はい、こちらはわずかにボール。中学まで軟式やってたそうで、高校は野球部じゃないそうで、はい、だから公式は初めてだそうで。
さあ打てるか、まさかのカキーンと超詰まってます。これ超詰まってるけどスイングスピードでなんとかやってったっていう。はい、これは落ちて、はい、ライトオーバー、まさかの。すごいね、これこのパワーすごい、パワーが詰まりまくり、手がしびれるね。さあお次は2巡目、ピッチャーは大沼さんですね。さあ両平打てるんか、はい、どん詰まりでしびれてかけーん、ショートゴロかけーんと、はい、ショートの美優さんがさばいてアウト。いや、これ公式痛いですよね。そして僕ですね、翔平 TV。 はい、これね、タイミング合わずね、恥ずかしい空振りしました。はい、しかしね、フルスイングをします。カキーンと、これインコースですね、インコース、食い込んでくるやつ。はい、これはサルリー戦じゃね、これみんなね、あのサードゴロって言ったんですけどね。いや、だめだめだめ。はい、ゆうやくん来た、ゆうやくん来た、はい来た。これはね、レフトのね、ポールの付近までね、飛ぶんかなと思いきや、思いきや、はい、内野フライ、残念。お疲れ様です。さあ、そしてボナールのマサ君です。さあ、どんな結果になるんでしょうか。今回ここまで、マサ君の結果はボナールチャンネルを見てください。それではあれよっしゃお、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ、おいチャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと。頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。